オムニボット 17UI ソボットはかつて、タカラトミーが開発、生産した二足歩行ロボット。2007年10月24日に発売された、当時は最も安価に購入できる、世界最小の二足歩行ロボットで、これまで技術力、資金力のある一部の愛好家にしか手が届かなかった二足歩行ロボットが、一般の消費者たちに普及するきっかけとなった。 i イソボットの身長は 16.5cm、重量は約 350g で小型でありながら、ジャイロセンサーや17の自由度を有しており、格闘技のポーズ等幅広い動作が可能。動作の用となるサーボモーターは、タカラトミーが独自に開発。制御システムは、オリジナルの i イソボットアーキテクチャーで19個の CPU をリアルタイムに制御している。 ジャイロセンサーを搭載し、自動的にバランスを取りながらスムーズなアクションを行うことが可能。またプログラムされた動作のみならず、i s ソ b o t は赤外線通信で遠隔操作が可能。本体の電源は3本の単4型のエネループを使用する。開発時の名称は、マイクロマシンという名称だった。2007年6月に、 世界で最も小さな人型の量産ロボットとしてギネス世界記録に認定された。2008年に今年のロボット大賞やグッドデザイン賞、金賞を受賞した。2009年に水野から新発売されるゴルフ用品 JPXE600 のプロモーション応援団長にアイソボットが就任した。ありがとうございます。